紅茶冷めちゃうから早く飲めよ。母さん、親父と出かけてるからな。見よう見まねで俺が入れてみたんだけど、多分味は問題ないと思うぞ。親戚が送ってくれたやつなんだけど、東京じゃ結構人気あるんだってさ。しーちゃん、遅いね。そうだな。どこに行くの？ちょっと外見てくる。もしかしてシオンのやつ迷ってるかもしれないしさ。しーちゃん、ケイチ君の家に来たことあるでしょ？ああ。もしかしてしーちゃん、おじけづいちゃったのかな？かな？まさか。シオンが約束破るとは思えないぞ。しーちゃんが、ケイチ君が思ってるような人じゃなかったら？何言ってんだよ。仲間疑うなんてどうかしてるぞ、レナ。レナ、ケイチ君のことは信じてるよ。おう。だから、絶対裏切らないでね。わかった。約束する。絶対だよ。絶対。レナも絶対ケイチ君を裏切らない。もしも約束を破ってしまったら、今度はレナがお社様にお仕置きされちゃうから。ケイチ君がもしも転校しちゃったとしても、レナは会いに行くよ。ケイチ君がレナのこと忘れてしまわないように。でもね、心配しなくてもいいんだよ。心配なんかしてないって。そうだよね。だって、雛見沢の人間は
たとえ村を出て行ったとしても、必ず戻ってくるから。不思議だよね。どこに逃げても、必ず引き戻されるの。だから、心配しなくていいんだよ、ケイチ君。なんだか違う人みたいに見えてしまって。遅かったな。すみません。出掛けに変な電話があったんです。電話？はい、無言電話でした。かすかに息遣いのような声が聞こえたりして気味が悪くて。いたずら電話とか？かもしれませんね。それでいつもより念入りに戸締まりをしてたら遅くなってしまったんです。ごめんなさい。でもケイちゃんの顔見たらほっとしました。なんていうか緊張感のかけらもないお顔で。えいえい、どうせ俺は緊張感のない面ですよ。拗ねないでくださいよ。レナね、完全犯罪についてちょっと調べてきたんだ。
殺害方法はどんなのでもいいの。必要なのは自分が加害者であることを知られない方法。それだけに尽きるって言ってもいいと思う。つまりアリバイが必要だってことですね。そうなの。だからレナたちは明日の夜渡流しに行かなくちゃならないの。でも実際は渡流しに行かずに鉄平を殺している。お互いのアリバイをお互いが証明するってことだな。私たちは明日無邪気に綿流しを楽しむ。まるで何事もなかったみたいに。あともう一つは目撃者ですね。多分村の人はほとんどお祭りに行くだろうから、その時間帯を狙うのが一番いいと思う。誰も来ない場所で人知れず鉄平を殺す。万が一ってこともあるから、なるべく短時間で仕留めないとね。これで加害者と目撃者は消えた。次は被害者の存在を消さなきゃ。被害者の存在を消す？被害者が存在しなければ犯罪そのものも存在しなくなる。要するに事件として成立しないってことなの。遺体の処理ですね。絶対に誰にも見つからない場所に隠さなきゃ。鬼ヶ淵沼なんてどうだ？あそこなら絶対に誰にもバレないんじゃないか。最初はレナもそう思ったけど、ケイチ君も思ったってことはみんなそう思うってことじゃないかな。警察もまず鬼ヶ淵を疑うはずだよ。もしも重い腰を上げて一斉捜索なんてされたらすぐにバレちゃうよ。確かにレナの言う通りだな。遺体の移動手段も考える必要がありますね。
残るは狂気だな。ナイフとか包丁は手に入りやすいけど、返り血を浴びると思うし、避けた方がいいと思うな。それじゃあ、ロープで首を絞めるのは？もしも暴れられたり、逃げられたら、リスクが大きいよ。それじゃあ、他に何がある？シーちゃん？どうしたんだ、シオン。私、いいこと思いついてしまいました。いいこと？あいつの息の根を止めるのにふさわしい狂気です。バットです。サトシ君のバットです。これでサトシ君の恨みを晴らすことができます。そう思ったらおかしくって本当だ。おかしいね。あの男が苦しんで苦しんで転がり回ってもがいて助けをこうて、それを上から見下ろすなんて最高にいい気分だね。ざまあ見ろだ。ケイちゃんも一緒に笑いましょう。そうだよ、あの男が死ぬのは喜ばしいことなんだよ。ほら笑ってください。ケイちゃん、ケイチ君、笑って。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 もしもし。もしもし。
どちら様ですか？もしもし？いたずら電話なら切りますよ。もしも、ミオンか？ケイちゃん？お前、さっき電話かけたか？ううん、かけてないけど。どうかしたの？いや、なんでもない。お前こそなんだよ。何かあったのか？ケイちゃん、ちょっと変だよ。そっちこそ何かあったんじゃない？別に何もないぞ。ならいいけど、明日のことでちょっとね。明日？うん、お祭りのこと。祭りか。本当に変なんだけど、大丈夫？ああ、寝起きだからさ。頭がうまく回転してないんだ。なんだ、寝てたんだ。いい感じで爆睡してたよ。ミオンに起こされるまではな。ごめんごめん。でさ、明日お祭り来るでしょ？一応行くつもりだけど。けど、何？いやいや、ちゃんと行くって。レナと一緒に行く約束してるからさ。へえ、レナと一緒なんだ。ミオももちろん行くだろ。現地で合流しようぜ。そうだね。うん。ケイちゃん一人だったらって心配だったんだけど、レナと一緒なら安心だね。それってどういう意味だ？あ、ごめん、なんでもない。あ、もう切らなくちゃ。それじゃあ明日ね。おやすみ。
それからだったのかな。かな。なんでそんなこと聞くんだ。気になっただけだよ。ケイチ君、なんだか怖い顔してる。ケイチ君、私たちに隠し事してないかな。かな。隠し事なんかしてないぞ。お前らの方こそ、俺に隠れてこそ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 、何してやがった。一体何が言いたいのですか？とぼけんなよ。お前らさっきの電話に聞き耳立てていただろう。聞き耳？ずいぶん人聞きの悪いこと言うんですね。まさか誰かに入れ知恵でもされたんですか？なんだそれは。言いがかりかよ。ケイチ君、やっぱりおじけづいたんだ。裏切る気なんだ。ケイチ君、誰かに告げ口してたんだ。はあ？どうしてそうなるんだ。落とし入れる気だったんだ。ずっと騙してた。味方のふりして、偽善者ずらして。汚い、汚い、汚い、汚い！うまく出し抜いたと思ってるの？さっきの電話は誰？なんなんだお前ら。まさかさっきの電話、ひょっとしてお姉からじゃないですか？みーちゃんが？どうして？どうしてなの？レナさんは黙っててください。お姉に何を喋ったんです？別に何も喋ってないぞ。お祭りに行くかって聞かれただけだよ。本当にそれだけですか？信じていいんですね？俺は何一つやましいことはしてない。お前らこそ信じていいのかよ。
それにしてもどうして今頃、私たちがここに集まっていることを知っているみたいに。お姉のことだから何か気づいているのかも。考えすぎじゃないか？まさかミオンだって千里眼は持ってないだろう。でもお姉の目は二つだけじゃないんですよ。第三の目でもおでこに隠してるってのか？漫画の読みすぎだろう。第三どころか少なくとも100近くの目を持ってますよ。なんだそれは。ミオンは化け物か？前にも言ったはずです。ここは雛見沢なんです。つまりミオン本人だけじゃない、村人全員に注意しろってことか。明日の夜、すべてが終わってからもしばらくは気をつけた方がいいと思います。そうだな。レナ、ちょっと思ったんだけど、みーちゃんなら計画のこと話してもいいんじゃないかな。かな。絶対ダメです。でもみーちゃんだってさとこちゃんのことすごく心配してるし、分かってくれると思うよ。いくら仲間だからってお姉は市場に流されたりしません。あれでも園崎家の当主ですから。里子を阻害する村の連中と同じだと思った方がいいですよ。いえ、それ以上かも。最も計画を蹴取られてはいけない人物だと思ってください。お姉に知れたら全てが失敗に終わります。邪魔するやつ、レナは絶対許さない。絶対許さない。許さない。許さない。これを始末しなくてはいけませんね。